日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演というわけで本日はこちら、日霊のレンジで冷たく仕上がる冷やし中華、そしてセブンイレブンのお店で揚げたマサラダを食べたいと思います。こちらがレンジで冷たく仕上がる冷やし中華、もう加熱レンジで温めはしたんですけど、まだ氷が残って、これで本当に食べられるのかな、ちょっと気になるけど、まあ食べてみないと分かりませんよね。というわけで、あとはどうするんだっけ。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、タレをお茶っとかけていただきます。で、本当にレンジ中華が始まっていますね。つるつるっとすすっただけでも本当に心の底からっていうと大げさかもしれませんけど、美味しさを感じられました。で、しっかりと歯ごたえがあって、私の苦手なあれも入ってないのでパクパク食べ進めることができて美味しかったです。一方のマサラダドーナツについてなんですけど、こっちはなお砂糖をまぶしてフリフリっていうのは楽しくはあるんですけど、マサラダドーナツとして考えると、うわー、なんか惜しいんだよな。そこはいいんだけどこっちがっていうようなパターンが出ちゃってますね。まあお店で揚げている以上仕方ない部分もあるかもしれませんが、どうだろうな、これ惜しさはやっぱり感じてしまいます。何が惜しいのかはこの後すぐに説明します。ごちそうさまでした。ですね、まずちょっと待ってくださいね。こちらの冷やし中華ですけど、結構麺がもっちり太くて食感があり、噛み応えがあって美味しかったです。何ベースって言われるのかな、あの中華、冷やし中華によくある酸っぱいタレもしっかり美味しさが伝わってきましたね。で、オクラやもやし、チャーシューのもう噛んだ瞬間にそれぞれの味が口の中でふわっと広がってきました。何より私の苦手なあれが入っていないので非常に食べやすい冷やし中華だというのが最終的な感想です。で、マラサラドーナツなんですけど、外側の生地はかなりさっくりしてたんですが、砂糖だけで中にクリームとかが一切入ってなくて少し物足りない印象ですね。お砂糖だけだとどうしてもなんか甘いペントになるので、もっともあっさりしたクリームなのでさっぱりいただけるともっと美味しかったのになと思いました。なのでちょっと残念だったかなというのは私の感想です。というわけで今回はこちらの冷やし中華の方が素材の旨味や麺の食感もしっかり味わえて美味しかったので4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。